先ほどバージョン15.2ではプリミティブスライスという新たなスライスツールが追加されましたが、これは同時にプリミティブジェネレーターというプリミティブの形状に沿って何かの処理を行うというサブツールも搭載されたことを意味しています。このビデオではこのプリミティブジェネレーターと配列ツールを組み合わせて新たな複製ツールを作ってみます。 プリミティブスライスツールの詳細についてはビデオプリミティブスライスによるプリミティブやパスでのスライス方法をご覧くださいではまずダイレクトモデリングのスライスツールを見ていきましょう例えばカーブスライスこちらを選択して統計タブの このパイプラインのところですね。こちらを見てみます。そうすると、カーブスライスのツールは、カーブパスとパスステップジェネレータ、ー、そしてスライスエフェクターというツールが組み合わされてできたツールであるということがわかります。モードの場合、こういったサブツールを組み合わせて新たなツールを構築するツールパイプという機能が実装されています。ツールパイプについては、ビデオ、 複数のツールを組み合わせて一つのツールにするにはで詳しく解説していますのでそちらをご覧くださいえ。同様にペンスライス、こちらも見てみましょう。ペンスライスの場合はペンジェネレーターとスライスエフェクターというこの2つのツールの組み合わせになっています。バージョン15.2で追加されたプリミティブスライスはというとコンテントプリセット、 プリミティブジェネレーターとスライスエフェクターの組み合わせです。つまり、15.2で追加されたのは、このプリミティブスライスというツールであると同時に、プリミティブジェネレーターという、ジェネレーターが追加されたのだということが確認できます。これはプロシージャルモデリング、メッシュオペレーションでも同様です。メッシュオペレーションリスト。こちらのオペレーター追加。 編集の中にプリミティブスライスがありますので、こちら追加して見てみます。プリミティブスライスを展開してツールパイプ、こちら開いて見てみると、コンテントプリセットとプリミティブジェネレーターという、やはりこの2つが組み合わされています。ですので、このオペレーション、プリミティブジェネレーターという、 このオペレーションを他のサブツールと組み合わせることで新たなツールを作り出すことが可能になっています。今回は配列のツール、こちらを使ってみたいと思います。では一旦プリミティブスライスのオペレーションは削除して、こちら、オペレーター追加で複製、アレイ、この配列のオペレーションを追加してみます。 この配列のツールでは複製元となるメッシュが必要になりますので、新たに空のメッシュレイヤー1個作って、ソースとしておきましょう。ここにオペレーター追加、作成、カーブからこのスターですね。星型のカーブ。これを作ってみたいと思います。これはサイズはちょっとちっちゃめにしておきましょう。 カーブのままでもいいんですけど、面にしたい場合には、オペレーター追加、編集からフリーズ、これでポリゴンへと変換させることができます。では、先ほどのこちらのメッシュですね、配列を追加した、こちらのメッシュレイヤーへと戻り、アレイを展開して、ソースの中からソースを追加、ここで作った星型の メッシュが入ったメッシュレイヤーを指定しておきます。そうすると配列ツールでこんな感じで星が配列上に複製されるようになります。この複製具合というのがこのアレイのオペレーションのツールパイプを開いてみたらこのアレイジェネレーターでコントロールされています。これをプリミティブジェネレーターで置き換えてみましょう。アレイジェネレーターを選択しこの 二つの矢印があるアイコンですね。ここのところをクリックすると置き換えができるようになってますので、ここでプリミティブジェネレーターと置き換えます。アレイの複製エフェクターにある元の形状を置き換えるオプションをオンにすると、ちょうどこのプリミティブジェネレーター、ここでタイプで指定した形状で星を複製するようになりました。 今、区形になってますので、例えばこれを円にすると、この円状に星を複製してくれるようになります。すごく簡単に複製が可能になりました。さらに、プリミティブジェネレーターのこのタイプをプリセットにして、このツールパイプに、コンテントプリセット、こちらを追加してみます。 今一度プリミティブスライスのオペレーションを追加したので既存のところにこういったサブツールがリストされていますがこれがない場合にはこの新規のツールパイプサブツールの中にコンテントプ,プリセットやプリミティブジェネレーターは用意されていますこのコンテントプ,プリセットを追加してプリセットからカーブの形状を指定してみます例えばこんな形で ハートの形状だったり、登録されている様々なこういったプリセットのカーブ。これで複製を行えるようになります。スターの形状を調整すると、こんな感じでプリセットのカーブに沿って自由に 複製するこのシェイプの形状は好きなカーブを登録することができますので、オリジナルのカーブ形状に沿って複製したり、またそれを後から何度も使うこともできますし、複製すると同時に、この同じプロファイルで違う処理、押し出しなんかの他のモデリング処理も行うなど、様々な表現が可能になります。 今回はですね、プリミティブジェネレーターをこういった複製のツールで組み合わせてみましたけれども、他にもツールの組み合わせによって新たな便利に使えるツールというのが定義できるようになるかと思います。